この動画では多変量の確率分布で出てくる概念として共分散と相関の解説をしますもうすでに2章でやったところなので割とざっと説明をしたいと思います。まず共分散の定義は確率変数 xy の共分散の定義はシグマの添え字と書きましてあるいは COV= コバリアンスの意味ですね。 コブの xy と書いて定義はこれです x-x の期待値それから y-y の期待値この掛け算の期待値ですねこうなりますこれ期待値 ex で書くとこうですねどちらでもいいですがそうすると変形すると期待値中を展開するとこうなるそして期待値の線形性よりバラバラにすることができます そしてこれ前のところでやった期待値の性質で定数は前に出せますのでこうなりましてえ結局こうですね前にもやった分散公式と同じような共分散だから共分散公式と言ったらいいですかねこの式が成り立つどちらでも計算できますただ定義としては最初の方ですね X と Y の偏差を掛け合わせたものこの期待値を取ったものが共分散です。 で今これは2変数なので共分散1つしか出てこないんですが多変数3変数4変数になるとこれ共分散というのがたくさん出てきます。というのも例えば3変数だったら組み合わせが3つ出てきますしですねちょっとこれに関しては後ほど補足したいと思います。そして、えっと、具体的な計算に関してですが、えー、共分散の定義は上の通りですが離散型と連続型。 具体的にどうなるかというと離散型の場合はこうですね和を取る偏差の期待値だから偏差に同時確率関数をかけて和を取ったものです20和を取ったものもう一つの強分散公式を使う場合も同じです、XY、の期待値なので同時確率関数をかけて20和を取ったものそれから μy を引いたもの 連続型の場合はこれが輪の部分が積分になるだけです二重積分になります偏差に同時確率密度関数をかけて二重積分を取ったものですね共分散公式に関してはこうですでこの共分散の意味ですが前の2章のところでも共分散の幾何学的な意味を解説したので 意味のところはまたそこのところを見直しておいてくださいそしてですね次に相関係数の定義です今度は共分散とよく似た概念なんですが相関係数これはローで書きますローで書いて定義は共分散をそれぞれの標準偏差で割ったものですねこうなります V とか使うとこう,こうなりますが 1>, 1対1で書き直すとこのようになりますが、これ相関係数がマイナス1以上1以下になるというのは前にもやった通りです。こうですね。こうすることで、えー、っと強分散っていうのはその確率変数をそのスケールのまま計算するのが共分散です。そして相関係数はスケールを直してですね、分母が大きさを修正していることになって、マイナス1から1までの間で。 表すっていうのが相関係数ですで次に独立と共分散の関係ですが x と y2 つの確率変数 xy が独立であれば共分散は0になりますこれは、えー、独立の定義ですね、えー、掛け算になるということが独立性の定義でしたがこれから示すことができますこれまあ、興味のある人は実際に えー、共分散の定義のところに代入してみると求まりますで、えー、重要なところは逆はどうかというと共分散がゼロならば XY が独立かというと逆は必ずしも成り立ちませんこれに注意してください左から右はいいんですが右から左は成り立たないということですこのことを確認するために次の問題を解いてみてください問題 太郎くんと次郎くんは昼休みに食堂 A か食堂 B を使う2人とも AB を使う確率は1 2分の1という確率変数を2人とも入っていない食堂の数そして Y というのを食堂 A に入っている人数とします。そうするると2人は必ずどこかに入っているので、 えー、入っていない食堂の数はゼロか一です。そして食堂 A. に入っている人数は。二人とも入っていない時と二人とも入っている時までゼロ一二です。このクロス集計表の確率を埋めてみてください。考え方は。太郎君と次郎君の。パターンは次の四つです。A. に太郎君 B. に次郎君ですね。あるいは A. に二人ともいる。それから。 3番次郎君太郎君4番は食堂 B に太2人とも1 2分の1の確率で入るのでこれ自分で計算してみてください埋めるとこのようになるはずですそしてあとは独立性を調べてそして共分散を計算してみてください